はい、本日はですねこちらノースフェイスのデナリジャケットとデナリのパンツセットアップでご紹介していきたいなというふうに思います。先日ですね買い物動画でこちらの上下を購入させていただいたんですけども、まず上の方はニュートープっていうちょっとなんていうの緑がかった色味ね。でパンツの方はねこれブラックしかなかったんですよ。ブラックとグレーしかなかったからね、まあ、これセットアップで合わせないんだ、まあ、ブラックかなと思ってこちらブラックを購入させていただきました。パンツの方ね以前からこれレビューしてくれという要望をいただいてたんで、今回ようやくレビューする形にはなるんですけど、先に言っときますね。これ上下で着ちゃうとパジャマみたいになっちゃうんですけども、まあ、それはねお許しくださいという感じでねご紹介していくんですが、僕ねこのデナリジャケットって、まあ、ノースフェイスの中ではもうザーじゃないですか。もうザ、フリースなんですか。もうデナリですよね。多分一発目に出てくると思うんですけど、それぐらい人気のジャケットやからね、もう僕の意見はええと、もうタクゾンの意見分かったから皆さんどう思ってんのかなということでね、皆さんの意見っていうのをねレビューの方からいろいろ見させてもらったんですよ。ほんならこういうところがいいですよねとか、これちょっと注意した方がいいですよねなんていうことがねずらずらずらと書いてあったら、これちょっと今日お話しさせていただこうかなと。だから僕のちょっといつものねべしゃりの方をちょっと控えめにさせていただいて、皆さんの思ってることをちょっと代弁させていただこうということで、本日の流れとしてはですね、まずは、アップしてる様子、アップの映像を様子見てもらって、まあ、フリースの質感とかをね見ていただければいいかなと思います。フリースって一口で言っても結構違うじゃないですか。ようよう見てたらあれなんか細かい感じなんかなと思いきや、あれなんかちょっとちゃうなとかっていうのがあったりすると思うんで、それ見ていただこうと。でその次には皆さんのレビューの多かった、お話みたいなところを、フューチャーしていきたいなと思います。まあ、特にサイズ感とかかな、やっぱりそういうところが結構多かったりするんですけど、そういうところを話して、その次にデメリット、これもまた皆さんが言ってたデメリット、まあ僕もわかるけど、まあこれ確かにそうやなっていうところのデメリットね。ほんでおすすめの人、サイズ感ということで着用していきたいなと思います。はい、ではね、早速まずはアップの映像を見ていきましょう。はい、こんな感じとなっております。まあカーキやからね、これ色味ちょっとはっきり出てないんやけども、まあ緑、これの今見てもらった映像よりもうちょっと緑ですわ。この観葉植物に近いぐらいかな。こっちで見ちゃうとちょっと茶色っぽさが出てるんだけどね。まあそんな感じですわ。まあデナリといえばね、この胸のところにまずはポケットがありますよねと。でこのポケットはこう広めなんでね、もうこっからここまで全部ポケットって感じですね。で右側のポケット、胸ポケットはね横向きじゃなくて縦向きなんですよね。なのでまあ普通のポケットかな、これは。でこっちはこれぐらいの大きさか、まあ2つ折り財布やったら入るかなぐらいの大きさですね。で次は両サイドにジップ付きのポケットがあります。でこの中も、ちゃんとフリース素材を使っていただいているので、手の甲の部分と若干ちゃうねんな。この手の甲の部分とかはね表面と同じフリース使ってて、でこの裏っ側というか手のひらの方はねちょっと、まあ、同じフリースはフリースなんですけど、同じタイプじゃなくてちょっとなんていうのな、もうちょっとマイクロフリース的な細かいフリースですわ。でそれが左にもこっちの右側にも同様にあるということでね、意外とポケット多いんですよね。両サイドに胸ポケットがこの縦型と横型があると。それが外観ですね。ほんで特に袖口なんかもねベルクロとかなくて、ほんまゴムなんでね、こうパーッと開いてパンってこう閉じてくれるような感じなんで、もう自動に手をこうヒュッて入れてあげれば手首にきっちり締まってくるというような感じですね。そして後ろ行きましょう。後ろはこんな感じです。まあ特にこれも何っていうことないか。もうこの辺はね昔から形変わってないんでね、まあ、逆に言うと昔にこんだけ完成されてると、もう20年30年ぐらい前にこんだけ完成されたフリースっていうことでもあるし、逆を言えばこれ以上進歩もしないというフリースなんですけどもね、まあ、これがジャケットですね。次パンツがね僕初めて購入したんですけど、このねベルトの部分っていうかウエストの部分がこのマジックテープでサイズを調節する感じなんですよ。これ変わってますよね。でこれが両サイドあるんですね。右も左も両サイドあって、で特にドローコードとかないから、もうこの両腰のとこでサイズを調節していこうな感じですね。でポケットも特にジップとかがなくて、もう手をパッて入れて抜いてみたいな感じなんで、ちょっとこれ色のバランスちょっと調整しますね。これぐらいの見やすいな、そんな感じです。まあ、生地感もねジャケットと同じぐらいの生地感で結構分厚いですわ。で、足首のところがこのゴム仕様になって、裏返すとこのゴムもね調節できるような感じ。このゴムあると一気にね寝巻き感出てくるから僕あんま好きじゃないんですけどもね、まあ後でね履いてるとか見てもらったらいいですけど、まあこれがね仕様となっております。ポケットだから 1,2 箇所と、あ後ろはないねんな。でしかも後ろはこの座るとこがちゃんとナイロン使われてるんや。で膝より下がまたフリースに戻ってると、そんな感じですね。はい、ということでね、見てもらったかなと思うんですが、次は皆さんの言ってるレビューですね。どんなレビューが多かったのか、まず一つ目ね、これが多分めちゃくちゃ多かったんやけども、サイズ
ース選びに結構迷ってはる方っていうのが多くて、あ、なるほどなと思ったんですけど、僕自身もね、実際これ今 M サイズと L サイズを持ってるんですよ。で、店頭でも XL は着用したんですね。で、着用してみた感じ、レビューでやっぱ多かった通り、サイズがちょっとタイトめというか、ちょっと細いっていうレビューはなかったんだけど、ちっちゃいっていうレビューが多くてね、どっちかというと横が細いっていうより丈がこう短いようなイメージなんですよ。なのでパッてね、着用してる様子見てもらって、 L サイズの時はね、まあ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 確かにちょっとちっちゃく見えるなという感じはあると思うんですよ。で、対して次 XL にワンサイズ上げていくと、丈はそんなんかちょっとこうゆったりした感じが出てるでしょ。だから多分皆さんがおっしゃってるのはこんな感じかなと思うんですけども、サイズ感がまあ若干こうちんちくりな感じというか、細くはないんやけども丈がちょっと短く感じるかなというのがねありますので、まあ、それをね懸念されてる方が非常に多かったというところがサイズ感になってます。ちなみにね、フーディーって言ってね、これにフードついてるタイプもあったりするんですけど、フードついてるタイプやったらね、ちょっとワンサイズ大きくてもいいかなと思います。ゆったりしろがね、フードついてる方ってまあ可愛かったりするんですか、チュンチュンでフードついてたらね、なんかちょっとアンバランスな感じになってくるから、まあ、フードついてるタイプやったらもうワンサイズ無条件で上げちゃってもいいかなと思います。僕はね、普段から L サイズ着用してて、今回これ L で購入してて、なんかちょっとちっちゃい気もせんでもないんやけども、まあまあそれはそれでええかなと思って購入しました。はい、こんな感じでね、こうやってね、上半身だけ見たらそんなことないでしょ。だから適正はL なんかなと思うんですけども、こうゆったり着たいとかっていう方はね、やっぱワンサイズ上上げた方がねいいと思います。普段 M 着てる風にやったら L の方がいいやろうし、 L 着てるんやったら XL の方がいいやろうし、まあそんなレビューが非常に多かったかなと思います。で、ね、それ以外にもあったんがね、やっぱ暖かい、まあ、やっぱフリースやから暖かいも当然なんですけど、結構分厚めなんですよ。なんか肉厚な感じ、あのほんまに、あ、しっかりしてるなっていう感じでね、まあ今までフリースちょっと苦手やってんけどなっていう方もね、結構合わせやすいような、まああの生地感というか肉厚感やと思います。っていうのもね、フリースってね、こう毛足が長いタイプってちょっと女子らしさ出てきたり、ちょっと可愛らしさ出てくるじゃないですか。これぐらい毛足の短いやつやったらね、男の人はまあ普通にパッて切れたりとかするし、まあそんなに違和感なく、今まで着たことない方でもさって羽織れると思うんですけど、まあニットとかでもそうやと思うんですよね。モヘアって言ってね、こう毛の長いニットとかってね、ちょっと女子っぽくなっちゃいませんかと、ちょっと中性的なイメージになっちゃいませんかっていうのってあると思うんですけど、それだったらやっぱ毛足の短いタイプのね、ニットとかの方が合わせやすいのってあるじゃないですか。まあ、それと一緒でね、フリースもね、まあ、毛足の短いやつの方がまあ男性っぽさが出るけど、逆に毛足が長くなればなるほどちょっと女性っぽさが出るので、まあ、こういった毛足の短いのはね、無条件で男の人も合うと思うし、なおかつ肉厚やからよりこう男性的なイメージがね強いようなフリースのやったんかなとは思います。ほんでね、その次の特徴で何が多かったかな、あ、カラーか、あのカラーがいいということでね、これはあのノースフェイスらしさかなと思うんですけど、秋冬のカラーがめちゃくちゃええよと。で、僕が着てるようなこういう緑のね、ニュートープっていう色味なんですけど、この色味もそうやし、あとまあ茶色系の色味とかもそうやし、結構カラーのバリエーションが多いんですよね。で、それも毎年毎年新しくなってくるから、ついついカラー別で集めたくなりますなんていうこともあってね、それ以外にやったらほっこりするエピソード、これええなーっていうエピソードとかね、あの子供と一緒にデナリジャケットお揃いで着てますっていうのがあってね、あ、めちゃくちゃいいやないですかと、家族みんなでね、デナリ着て出かけてますっていうエピソード聞いてね、僕それまであんまりデナリいいイメージなくてね、まあちょっとまあポーラテックじゃなくなったしなぐらいにしか思ってへんかったけども、あ、そんなエピソード聞いたらね、あ、素敵やなと思って、一気にデナリのイメージが変わりました。まあ、なので、ね、あの毎年毎年購入をされていって、どん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 カラーを増やして家族で着ていくっていう着方があるということで、これはねレビューからじゃないと僕相当難しいんかとかね、ありがとうございますということでね、そちらの意見をあのすぐパクらせていただいたんですけども、その辺がね皆さんのレビューの多かったところかなと思います。では次はデメリットとは言いながら、何がデメリットなんですかというところになってくるとね、これ実はなんですけど、もう毎年毎年ね、実はノースフェイスってこのフリースの素材微妙に変えてきてるんですよ。で、これってね、多分ほとんどの方気づいてないと思うんですけども、微妙に変えてくるんですよね。だからね、去年のデメリットが今年またデメリットになるかって言われたら、またそれはちょっとわからないんですよね。よくね言うのが、例えば毛抜けが多い、もう毛がめっちゃ抜けるんですわ言うたら、その次の年はちょっと毛の抜けにくいリサイクル素材使ってきたりするんですよね。だからあんまり今現時点でバンバン着ていってるわけじゃないからわからないんですけども、特にレビューで多かったのは、やっぱりこうインナーにね、毛抜けがいっぱいひっついてくるんですいうような声が多かったんですけど、まあおそらくその辺はね改善してきてるんやとは思います。これ去ってきてね、去って脱いでもね、そんなにこの緑のやつがいっぱいついてるってこともないから、まあ色の組み合わせによっては、例えば白のインナー着てたのに上オレンジ着たりして、オレンジの毛玉とか赤のフリース着て赤の毛玉、ま、いっぱいついてくるってことありえるかもしれんけど、まあこの辺はおそらくね対策してきてるんちゃうかなと思います。ほんでフリースでね気になる毛玉みたいなところもね、ちょっとこのタイプはね、素材的には毛玉めちゃくちゃなりやすそうやなと思うんやけども、結構肉厚やから
その分、まあ、耐久性はあるんかななんて思うので、あのマウンテンパーサマイクロっていうのはあるんですけど、それは毛玉ちょっとなりやすいやろなってもう見るからに思うけども、デナリはねこれちょっとまた持つんちゃうかななんては思います。まあ今の段階では分からんけどね、今はそんな感じで僕は思ってます。まあその辺がデメリットかなというところで、次じゃあおすすめの人どんな方におすすめなんですかと。もうこれからの時期ねめちゃくちゃ使えるんですわ。まあフリースって全部そうやと思うんですかね、これからの時期めちゃくちゃ使って、ほんで秋冬にあったらこう中に忍ばしてねインナーにしちゃうっていう着方がもう最もいいんですけども、稀にねあのこの中にパーカー着るっていう方もいらっしゃるんですけど、まあそれはねあんまりあったかくないんかなと思うので、できればこれをまあロンティーとか T シャツこうやって今着てる感じで上からパッて羽織って、さらにこの上から防風にしてあげれば一番あったかい着方になるんでね、まあそんな感じがねいいんかなと思います。なんでまあ公園行くとかもそうやしね、まあちょっとキャンプ行くとかもそうやしね、まあ秋口やったらちょっと紅葉見に行くなんていうのもいいと思うんですけどね、まあそんな時にこうやってさって羽織ると、でちょっと肌寒くなってきたらこれ一枚で寒いから上からちょっと防風のジャケット着てあげるなんていう着方をすれば結構長い時間着れると。秋口からそれこそ今から言ったら2月ぐらいまでいけるかな、さすがに3月にフリース着てんのはねちょっと時期的なもんもあるからね、まあそろそろ春物着ようよなんていうことで、よくあのファッション、よくあの洋服業界では先取りした方がおしゃれに見えるなんて言ったりすると思うんですけど、春にフリース着てんのはやっぱりどうしてもこう出遅れた感あるからね、まあ、春やったらやっぱりこう防風ジャケットとかレザージャケットぐらいにしとかんと1本も2本もね遅いからちょっとダサく見えちゃうっていうのがあると思うので、まあそういったお出かけなんかには使えるかなと思います。まあ僕の趣味からするとね、僕キャンプとかで焚き火とかよくしたりするんで、焚き火はねこれやっぱ穴開いちゃうからなかなかフリースって着られへんよねっていうのもあるし、それ以外にはバイクも乗るんですけど、バイクの時はねちょっと肉厚すぎて動きづらい、だからこうちょっと前にこうハンドルがあったりしたらこうなんかちょっと肩回りちょっと邪魔くさいなってなってくるし、まあ、バイクはバイクでまたちょっと薄めのね細いフリースがあるんですよ。だからそれはちょっとまた別の方がいいと思うんですけど、まあその辺をねファッショナブルにこう出かけるとかね、まあ狙ってる女の子と一緒にちょっとあの映画デート行くなんかをねこうやってさって羽織っていって、まあ映画デートはちょっとカジュアルすぎるか、まあ何がいいかな、ちょっと自然と戯れようよなんていうのはいいかもしれないですよね。ちょっとあのトレッキング行こうよとかね、あとそれ以外はね特に何か浮かばんからね、まあ皆さんで考えてください。まあそんな感じがおすすめかなと思います。最後ねサイズ感見てもらいたいなと思うんですけども、サイズがね僕ジャケットはこれが L サイズなんですけど、パンツに関しては XL を着用してるんですね。これなんでかというと、まあ、デナリの特徴なんかもしれんねんけども、動きづらさっていうのがあるんですよ。なんでかっていうと生地が分厚い分その分動きづらさがあるんですよね。まあ、上のねアウターっていうか、まあ、こういったジャケットとかっていうのは別にそんなに動かん時ってあるじゃないですか。ちょっと歩いたりとかする時なんかそんな腕回したりすることないからええんやけども、パンツに関してはね足って絶対動かせでしょ。座ったり立ったり歩いたりするから絶対動かすから、ちょっと気持ち余裕あった方がいいかなっていうことで、 L サイズも全然履けることは履けたんですよ。あの強がりじゃないですよ、太ったけど強がってるんやとかいうのじゃなくて全然履けるんやけども、 XL にしといた方がチャリンコも乗れるやろうし、もちろん歩いたりもできるし座ったりもするって考えたらちょっとワンサイズ上かなっていうことで、まあ、店員さんもねちょっとパンツちっちゃいんですよねっておっしゃってたから、もしパンツ購入考えてはる方いらっしゃったら、まあ、普段履いてはるサイズよりワンサイズ上の方が、まあ、確実にいいんじゃないかなと思います。やっぱ動くからね、立ちっぱなしでずっとボーっとしてる人やったらいいと思うんですけど、まあ、皆さんそうじゃないと思うんで、お忙しい方ばっかりじゃないですか。だから歩いたりもするしね、走ったりもするしね、座ったりもするしね、まあ、自転車こうやりバイク乗ったりするかもしれんって考えたら、まあ、ワンサイズ上の方が動きやすいかなと思います。まあ、その分ちょっとゆったりしたシルエットになっちゃいますけどね、というのがまあサイズ感かなというところでお話しさせていただきましたと。まあデナリはねこれもう名作なんでね、もう持ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、これからね初めてデナリ買おうかなって迷ってはった方なんかはね、あちょっと運動には向いてへんねんなとかね、あ運動逆にせえへんねんと俺向いてんねんなとかね、まあ、そういうところでね判断していただければいいかなと思います。あとまあ色は豊富やから、まあ、自分に似合う色、あちょっとこういう色似合うかなとか、俺イエローベースやからちょっと黄色みがかった方がいいかなとか、ブルーベースやからちょっと青みがかってる方がかっこいいかなとかね、まあその辺を見てもらったらいいかなということで、本日はですねノースフェイスのデナリジャケットを紹介してみたという動画になってます。あとパンツもね、はい、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。